みなさん、こんばんは。今日は2024年4月18日木曜日です。今日のテーマは中国の政府 GDP についてまだ嘘をつきました。GDP 消費の低迷中国の青年消費しないし投資しないしみんな不安です。これについて 話をしたいいと思います。4月17日、国家統計局第1四半期の経済データを公表しました。みんな見てびっくりしました。GDP5.3% 成長ですよと発表されました。第1四半期の GDP29.6 兆元でした。同期比5.3%成長です。去年の 第4四,四半期より1.6%の増加です。しかし、この数字は信用できませんので、以前のデータを調べて、比べてみましょうと思いました。2023年第1四半期、当時の GDP は28.5兆元でした。今年の GDP は29.6兆元です。去年第4四,四半期は 兆元でしたこの数字がですね、遅かどうか別にして、この数字で計算すれば、今年第1四半期の GDP は3.97%の増加なんですよ。去年第4四半期より14.8%の減少です。今年のデフレを考慮しますが、でも今年の CPI0% でしたので、考慮しなくていいんです。 去年の1月でしたが、ゼロ感染者施策が終わって、感染者がものすごい急増でした。1月、2月、3月となって、やっと少し良くなったんですよ。つまり、去年の第一四半期の数字がとても低かったんです。今年は成長という傾向は理解はできます。また、今年第一四半期の場合は元旦、ガンダン。 発もありましたし、た去年の第4四半期と比べても意味はあまりないというふうに思います。また、中国の国家統計局の計算は間違っています。実は同期比3.97%の増加です。去年の第4四半期より14.8%の下落です。どうして計算間違いでしょうかみんな不思議です。 もし GDP の数字が間違えていたら GDP を計算するに関してのすべての数字が全部おかしいという意味です。つまり中国政府は GDP を成長となるように改ざんしました。それに合わせて関係ある数字全部改ざんしなければいけません。なのでこれについておかしい数字をえ紹介します。投資について10兆元でした。 去年同期比4.5%の増加です。これはおかしいんです。去年第一四半期の投資は10.72兆円でした。つまり実はマイナスです。6.7%の減少なんです。また今年第一四半期、中央政府は12号の市場と投資に政府に対して命令を出しました。インフラ投資を中心にするか、規模を縮小にしてもらうかです。 この12個の用と投資は中国全国のインフラ投資の20%ほどを占めていました。また今年第1四半期、不動産投資について同期比10%以上減少なんです。つまり今まで発表した数字を見て今年の第1四半期の投資見てですね、成長というのはないはずです。これについて 中国の重機協会が発表しました。今年第1四半期、油圧ショベルという機械ですね。国内の販売台数は26,646台でした。同期比8.26%減少です。この数字は正しいと思います。また新築不動産の販売面積は2.27億平米でした。同期比 19.4%減少です。金額は2.14兆元でした。同期比27%減少です。輸出について、輸出の金額は8,715億アメリカドルでした。1.5%増加です。輸入に関しては6,238億ドルでした。1.5%増加です。貿易は黒字です。 837億ドルです。黒字です。しかし、中国の外貨の準備高については変わっていません。つまり、外貨の流出は続いています。そして、自然予率について、やはり注目されました。全国で、調査、都市部の調査資然率は5.2%でした。同期比0.3%が改善しました。しかし、国家、 当北局はですね、青年16歳から24歳の青年の診療率についてまだ公表しませんと発表しました。統計局の局長にこれについて説明しました。我が国の青年の診療率はやや上昇です。でもコントロールできる範囲です。問題はありません。つまりですね、中国の経済はとても不透明です。何もかも嘘です。 この数字について、イギリスの経済学者が分析しました。3月の分のデータを見て、第2四半期の経済成長は弱いでしょうか内部の需要が不振でデフレとなっていますし、経済成長は困難です。中国政府には施策を考えているでしょうかあんまり良い施策はないんです。まとめると、輸術について、ほぼ変わっていません。 でも3月から下落してきましたが、これから成長などは難しいと思われます。特にアメリカですね、現在、完全の引き上げですね、実は準備中です。ちなみに4月15日月曜日から5月5日日曜日まで、公衆貿易展示会が開催しました。今回ですね、去年よりも静かなんですよ。事前の宣伝ですね。 あんまりなかったんです。今回の特徴は低価格です。値段は安さで勝負ですね。これについて私はですね、まだ情報を収集中ですが、実はですね、今回私の知り合いですね、友達は参加しませんでした。やはりですね、去年参加しましたが、あんまり意味はなかったんです。今年はですね、参加する費用は安いんですよ。でもですね、参加する必要はないというふうに思って参加しませんでした。 ただしですね、検地の情報は多少入ってきますので、ある店舗ですね、ブースあるんですが、そこでヘルメット、自転車、バイク用のヘルメットですね、えー、そこで展示するんですが、外国人ですね、あんまりいないですよ。中央アジア系が多いんですね。まれにドイツ系の方はいるんですが、英語は通じるんですけれども、日本の方ですね、韓国人はたまにいるんです。 日本人はあんまりいないですね。というのが今年の特徴なんです。ただし、これが昨日の情報でしたので、やはりまだ開催中ですし、あの商品でですね、やはり変わりますので、これでまた変わるでしょうかと思いますが、そしてですね、特徴あるのがですね、ちょっと嫌というのがですね、ありますけれども、商品をですね、展示します。自社製のヘルメットですね、展示します。そこで 外国時の商社さんですす。ね、来て、名刺を交換しますその後ですねまだ連絡して例えば工場の訪問とかですね蔵床、えー、で,ですね送付しますしあるいは値段ですね、えー、まだ送付しますっていうのがありますが見積もりもしますがただしいですね今回の場合はヘルメットの横にですね全然違う人間が立っていてですね例えばヘルメットのブースに行って来てですね、えー、見てくれた。 お客さんですね、見てくれたんですが、名刺も交換しましたし、でもですね、出たら、その人がですね、勝手に迎えていくんですよ。これが我が社の名刺です。我が社のカタログですよとお願いします。そこで渡すんですよ。つまり、中にはですね、お客さんだけではありませんので、実はライバル社もいるんですよ。そしてですね、ライバル社はお金はですね、使っていません。ブースも、えー、借りていません。自分の写真ですね、カタログですが、まあ、デジタル版ですね。 スマホだけで交換するんですが、それで、あの、情報ですね、あの、渡してると。っていうのがあります。なので、聞いた話ではですね、やはり嫌です。というのがありますね。なので、この情報ですね、あの、続くとですね、公衆の貿易展示会ですね、全く意味ないというふうに思われます。ちなみにですね、まあ、これは話ですね、まだ情報ありましたら話をしますが、話戻りますが、投資について、地方政府の再生困難がありまして、 インフラ投資が厳しいんですよ。不動産市場が良くないので、ダウンチの新規開発より未完成建築物件の方が大事なんです。製造業について商品が折れませんので、値下げをしています。これでデフレなんです。機械設備の利用率はですね、フルではありませんので、第1四半期の稼働率は75%なんです。この状態で会社はですね、 機械、設備の投資はあんまりないんです。商品について収入は減少しました。みんな、みんなに対して自信がないんです。不動産企業の危機がつい,いていますし、返済振り子もつい,いています。物件が売れませんので。まとめると、中国の経済、第一四半期良くなっていませんし、引き続き下落しているのが現状です。私はですね、思いますが、 不動産市場が落ち着くまで、あるいは不動産価格がこれ以上はもう落ちませんとなるまで、経済はですね、良くなることはないと思います。また、4月17日、高東京国家投票局ですね、3月の75の投資について、不動産価格の状況を公開しました。値段は下落、取引の量も下落なんです。2月より平均不動産価格は 0.3%下落です。取引の量は0.5%下落です。この数字はですね、全部嘘です。去年2月と比べると、新築不動産価格は2.2%下落です。特に大都会の場合は1.5%下落です。中小都市は2.0%下落です。目立たない都市ですね、あまり有名な都市ではない、うん、都市ですね。3.4%下落です。 実はですね、この数字は全部嘘です。例えば、南京という都市の不動産価格ですね。中古物件の場合は、約半分ですね、半額となってきましたね。しかしですね、上海の新築不動産は少し上昇なんです。西安も珍しく上昇です。これについて少し原因があるのですよ。去年から人材誘致という施策がありました。 多くの人は政府から補助金を受け取って不動産を購入します。これで戸籍を移転できます。また地方政府は新築不動産の価格を指導しましたし、これで中古物件が安いんです。でも新築は高いんです。ただし人材、誘致という施策では新築不動産を買うんですよ。これが条件です。しかし全国で見るとあまり売れていません。 販売の面積は同期比約20%も下落しましたがこれについて少し説明しますがマーケットクリニックという現象がありますつまり物件価格下落していくんですがずっと下落していくわけではありません現在は第一段階なんですつまり値段は下落していって売買成立の数も減少してきましたここで一部の人はですね自信を持って これ以上はもう下がりませんと信じて買うんですよ。つまりここはもうそこです。もう買い得ですと思います。そこで買ってしまいます。特に不動産当初の方ですね。物件を安くして売ります。これではやはり株人が出てきます。また地方政府は今年第一四半期何もしませんでした。各地域の地方政府に対して対策を考えてもらっています。 しかし、地方政府にはあんまり施策を出す権力はないんです。戸籍、施策ぐらいなんですが。まだ、香港側の新聞社の情報ですが、中国政府は建設不能、建築不能の武器について対策を考えています。原因というのは、イエレンさん、この間、先週、聞きました。副首相と会談しました。イエレンさんは書いて言いました。 不動産市場について中国政府は重要な施策を考えていますよと言いました。現在、不動産市場に関する施策は主に2つあります。1つはホワイトリスト制度ですね。これについて話をしましたが、次はこれです。全国の不動産を一元化にして管理する会社をするんですよ。この会社は国営企業です。 シュキンペの主導方針であるんですが、シンガポールの真似をするんです。つまり、政府が運営するんですが、賃貸市場、賃貸住宅市場を目にします。この会社は全国で未完成物件を買い取ります。買い取って、賃貸物件に改造します。リフォームします。政府が運営します。現在、不動産市場が良くないので、値段も 下落していて、国が手を出して買い取りすると不動産市場が落ち着くし、これ以上の下落はなくなるでしょうか。これは非常に良い情報ですね。という話があるんです。しかしですね、これについて不動産の中華企業が分析しました。野村証券ですね、中国において未完成のまま放置のマンションは2000万戸から2200万戸です。 残りのユニットを完成するには約3兆2000億円、約64兆円が必要です。この物件というのは売れました。建築、町です。初期者に納付しなければ社会問題となってしまうんですよ。しかしですね、グルトマン作図者はそれ以上には店舗、オフィス、物件の投資物件もありますので3兆元では厳しいです。 最低でも4兆円が必要です。つまり約85兆円ですね。しかしですね、これはあくまで建設費用ですよと中華企業が分析しました。政府が消費者から買うには建設費用だけでは無理ですね。消費者が買った企画で買うことが妥当です。建設費用は4兆円の場合は最低でも10兆円で 買わなけければいけません中国の GDP の12分の一種の規模ですね。政府にはどこからお金あるでしょうかという話があります。また、人民銀行は4月17日に発表しました。去年、第4四半期、都市部、高価の市民の貯蓄,貯蓄金を調査しました。55年で20万人に対して銀行にある貯蓄の方ですね、調査しました。 収入は増えていますが、これは12.8%がそうですと答えました。あんまり変わっていません。69.1%です。収入が減少したというのは18.4%です。仕事がいっぱいありますと感じる人は9.5%です。就職、再就職、やじゃ困難ですの場合は、の人はですね、42.5%が選択しました。 とても就職は難しいですっていうのは48%でした。不動産市場についてこれからと思いますがこれから価格は上がりますっていうのは12.3%でした。変わりません値段はもうこれ以上これは減少時です。13.9%です。これから不動産価格は下落しますっていうのは20%の人が選択しました。わかりませんっていう人はですね13.6%です。 そして銀行にお金ありますので何に使いますか消費する23%です貯蓄する61%です投資にする16%ですしかしですね私は思いますがこの数字というのはあくまで参考する程度ですね原因というのはですねこれは民意調査ではありませんので銀行に貯蓄のある方を対象にしています つまり銀行には口座あって貯金もあるんです。ちなみに中国には2.2億人ですね。2.2億人口座ですら持っていません。銀行には貯金もないんですよ。この情報ですね。なかなかないと思いますが。現在中国では貯蓄が大事です。不動産を購入する、あるいは投資する人とはとても少ないんです。今年中国政府というのは何もしていません。 改革しなければ、中国の経済がずっと下落するというふうに思われます。また、外国の環境を考えると、さらに中国の輸出もですね、下落すると思われます。経済もですね。この状況で中国の青年ですね、見ていますので、とても自信がないんですよ。今年初め、中国のネットではですね、青年は私は4つの脳、NO、だと言います。 皆ですね、言います。四つの脳です。恋愛しないこと。結婚しないです。不動産買わないです。子供作らないです。というのがあります。現在ですね、この四つの脳をさらに発展しました。十個の脳となりました。一つは、献血しないです。やはり危険です。二、寄付はしないです。三、結婚はしないです。四、子供は作りません。 5、不動産は買わないです。6。６宝くじですね、買いません。7、株式投資しません。株投資はしません。8、医療保険、社会保険加入しません。9、お年寄りさんですね、倒れました。えー、助けません。十、感動しません。感動しないとはですね、中央政府ですね、あるいは中国の中央メディアですね、主に新幹社ですが、 たくさんのですね、社会ではこんなにいいんですよ。我が国はこんなに素晴らしいですよ。というほどですね、ばかりするんですよ。その代わりに、日本は大変ですよ。アメリカは大変ですよ。オーストラリアも大変ですよ。ばかり報道します。大体ですね、これを見て、今までは感動するんですよ。我が国はこんなに素晴らしいですね。と言います。でもですね、実はあれは全部嘘です。全部性能教育です。なので、感動しません。 というののがありますので中央の若い子ですね、考え方はどんどん変わってきましたので、中国政府ですね、ここで何をするでしょうか。もしですね、えー、最悪ですね、対策を考える、あるいは改革しなければ、中央の若い子ですね、どんどん変わっていくんですよ。最後ですね、どうなるでしょうか。これは予測できません。つまり、中央の戦略ですね、何もしなくなるんですよ。またですね、中国の社会の変化について、 話をしたいと思います。この動画はここまでにして止めます。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。